はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、アサヒのオリオンビールですね。限定醸造。ドラフトの エクストラですね。オリオンドラフトエクストラ。これ、普通のオリオンビールはオリオンドラフトってだけなんですけど、エクストラがついた。ということですね。超爽快なキレ。アルコール度数 5.5%、限定醸造、オリオンビール60周年記念。オリオンビール夏いなと思って、夏いっていうか、ね、原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチと糖類ですね。糖類が入ってんのか。ちょっと気になるな。糖類は気になるな。ちょっと糖類はあかんぞ。完璧。久々に缶のままいただきます。甘い糖類が入ってるけど、甘くはない。いや、なんかほのかに甘いような気もするけど、ほとんど気のせいレベルの甘さですね。ただなんか、甘くはないんだけど、苦くはないですね。最近、ニコニコ動画に、ね、上がっていた、なんか無料でね、今だけ無料なんですけど、カイジ、ね、アニメのね、カイジ、がね、やってたんでね、全部見たんですけど、とりあえず一期だけ全部見て、まあ一期だけ無料だったんですけど、で、二期の最初のね、まあやっぱ怪人面白いなと思ったね、ほんとに。でね、二期の最初、あ、でもやっぱ甘いか、これ。やっぱ甘いな。二期の最初に、カイジが、この、生ビールっていうか、生ビールと焼き鳥を食べる、のがあるじゃないですか。あれをね、見てね。よくよく考えれば、みんな、いや、わかんないんだけど、俺だけなんかなって、噛んで飲まないでね。俺、基本的についで飲むんだけど、やっぱ皆さんどうなんですかね。俺は基本的に缶のまま飲まない。なんでかって言われると別になんででもないんだけど、ただ色を楽しみたいからっていうのもあるし、雰囲気を楽しみたいからとかそういう意味もある。やっぱこれオリオンドラフトあんま美味しくねえな。若干まずい。これ糖類なかったら全然美味しいんだろうけど、実に惜しいですね。ちゃんとこの麦の香りとかも、すごいよく出てて、うめえなと思うんだけど、これ若干やっぱ甘いんで、そこがまずいですね。そこが残念なところ。やっぱオリオンビールは普通のオリオンビールのドラフトが一番うまいな。で、まあ、オリオンビールっていうのは結局ね、あれですかね。アサヒですか。アサヒのスーパードライは、沖縄売ってないんですよ。スーパードライって沖縄売ってないんですよ。確かに。で、その代わりに、オリオンビールが売ってるんですよ。アサヒの、ね。だから沖縄では一番、メジャーなのがオリオンビールっていうことですね。まあ俺は沖縄行ったことないんで、まあ実際かどうか知らないんだけど。まあでもオリオンビールは、このね、
そう、オリオンドラフトと夏一番ってやつが美味しいですよ。そういえば、今年夏一番まだ見てねえな。この夏一番がね、個人的にドラフトよくは美味しいなと思ってます。牡蠣限定醸造。爆破 100% かけるアルマホップ 100%。やっぱあれだな、噛んで飲むとね、すげえ喉にね、泡が、ブワブワってくる。なんか、ダイレクトになんか、ビールっていうよりなんか、ビールプラス泡を飲んでる感じ。やっぱあれだな。うん。グラスに注いでやった方がだいぶ泡が落ち着くんで。俺あんまりね、炭酸飲料ってのがあんまり好きじゃなくって、コーラとかもちょっと振って飲む人間なんですよ。結構。500のペットボトルとかだと結構よく振るんですよ。振って、微炭酸ぐらいにして飲むんですけど。なんでかっていうと、コカ・コーラってそのまま飲むと、泡の味しかしないっていうか、泡で、なんか泡してなんかあれ食ってるみたい。なんだ。昔あった、昔、ねるねるねるねみたいな。なんか泡菓子みたいなの。食ってるイメージがあるな。これもあんま美味しくないな。超爽快なキレとかって書いてある。キレ。ちょっと後味に甘さが来て、やっぱ、あれっすね。あんまり、キレとか逆なんだけど。逆に甘さでコクが出てるんだけど。あんまり美味しくない。まあ美味しくないってほど美味しくもなくもないけど、まあこれはあんまり、進めるほどではねえな。そう、最近、二日前にね、一日前か。ドラゴンクエスト11出ました。とうとう出てしまった。ね。今日ね、すれ違い通信でね、あれやってきましたよ。ヨドバシカメラの ヨドバシカメラの、秋葉原のね、とこ行って、すれ違い、100人ぐらいね、すれ違ってきました。なかなか、かなり暑かったけどね。いやー、参った参った。3343です。ご視聴ありがとうございました。